はい、えー、こんにちは、豊田の友です、えー。今日はですね、日経平均株価ですね、えーまあ、かなり上昇しまして、564円、1.7%上昇という形なんですが、ま,あ、まだまだですね、出遅れている銘柄って結構あるんですよね。で、その筆頭かなというふうに思っているのが、この3407の旭化成ですね。で、まもなくですね、これはかなりいい動きをするんじゃないかなと思いますので、で今日は朝日化成ですね、紹介していきたいなと思っております。 でえー、とまずですね突き、えーえー、足からいきたいなと思うんですがはいとすいませんで突き、えー、足見ますとお、まあこんな感じになってまして、えー、まあ、ずっとですね、えー、こ2021年ぐらいからですねもうだらだらとずっと下げるようなそういった突き足になっていたんですけれども、えー、まあそこを突、ねえー、いてから3月、4月あたりですね、この辺、そこを下髭で打ってからですね今度は。はまあ ね、上冷えのピンバーの陰線というようなところから要線に切り替えてきてで先月足っていうのがアウトサイドして引けてますよね先々月の,、まあぜ先先月のね、この陰線の実体部分に対してアウトサイドして引けた、まあ、これが、ね、非常に良かったなと思いましたここに僕は注目をしていたんですけれども、まあ、これを、まあ、できたことでですね今月以降のサウナの上昇っていうのが期待できるのかなというふうに思ってますさら、まあ、にですね3上位足の3ヶ月足を見てもですね えこうもしかしたらあこれはですねトレンド転換というのが起きているのかなというふうに思っているのがやっぱずっとですねこの3ヶ月足でも陰線がですね1、2、3、4、5、6、7、8。 本もでですすねね続いいてたんそれがようやくですねこの4、6月の足というのが下ヒげをしっかりと確認をして、この900円のところねサポートを確認した上での陽線ということで、前2つのこの実体部分もアウトサイドする形で引けた。まあ、これがですね非常に良かったなというふうに思ってますで、まあ今日もね、えー、まあ、今日はですねどっちかというと日経の勢いで上がったというところもあるとは思うんですけども、この今日の上げということではなくて、ですねこの7月、8月、9月、次の3ヶ月に関して してもさらにですね上昇して上を狙っていくようなそういった動きっていうのが出てくる可能性がこの3ヶ月足を見ても高まっているなというふうに思っておりますこういうふうに長期足で見てもですねしっかりとこの反転の兆しですね兆しっていうのが見えているのでそろそろしっかりとエントリーしていこうかなと僕も思っているところですでえっとわ足見ていきますでわ足で先週足見ていきますと まあ先週足に関しては,は少しですねーまだ要線ではあったんですけども、まあ、前週のこの陰性に対してインサイドしてしまっていたのでちょっとどうかなというふうには思っています。 ていましたなので、えー、まあ今日,です、ねまあ、日経、だいぶ上げていたんですけども、ま,あ、まだ入らずに、ですねちょっとまだ様子を見ているというような感じで、えー、今日は見ていたんですけども、ようやくですねこのラインですね、この黄色いちょっと太くしましたが、この990円のラインっていうのが、えーまあ、レジサポとして機能しているんですが、ここをき、ねまあ、今日抜けれなかったんですけども、抜けてきそうだなという感じがしてきていますよね。ででこれをを抜けててくくるとですね一気に上を狙っていくようなそうなそ 展開っていうののが期待でできるのでちょっとここどこで抜けるかっていうのをですね、今後、明日以降ですね、あの皆さんも注目をしていただければと思っています。で、このラインっていうのが、まここでですね、下ひげをつけた、この実体の方を切り上げた部分でもありますし、ここもですね、下ヒゲで開催という部分、そして、ここですね、 えー、下に下落した後もですね、えー、レジスタンスとして1回、2回、まあ、ここは下、上へ、ね、抜けちゃってますけども、直近でも1回っていうことで,で、今回も、今日もですね、えー、押さえつけられているっていうところで、まあ、かなりですね、この190円、意識されてるんですよね。まあ、1000円っていう切り番も近づいているっていうのもあると思うんですけども、やっぱりここっていうのが抜けれるか抜けれないかっていうのが、まあ、僕のエントリーするかどうかの今、基準になっております。で、さらにですね、冷やし見ていきますと。 はい、えー、こんな感じになってまして、まあ、こ直近のね3月ぐらいの3月のこの急落以降のですね、えー、上昇っていうのは非常に綺麗な上昇トレンドっていうのを描いていて、えーまあ、このね今お話をしたあこのお抵抗体のところとね合わせて、えーまあ、アセンディングトライアングルっていうのを作っていて、まあ、上に抜けやすい形っていうのも作っているというようなところですね、まあ、おまけにですねこのお下根をね探るような動きっていうのがここがダブルボトムっぽく、えー、水移を、ね、ここをしてくる。 くれましたしたここをですね下に抜けちゃったところでもですね、えーまあ、よく見るとこれは3ゾーン逆三尊ですね左肩中央最安値の右肩ということで結構綺麗なこの黄色いラインをネックラインにした逆三尊も作っているということでもう底根固めに関してはもう十分やりきったかなとおもう半年以上ですね、えー、この底根圏を固めてくれましたのでもういいでしょうという感じがするというようなところですね。 はい、こういったところを見ても、今後の上昇っていうのは、あまあ、ほぼほぼほかなりの確率でいくんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、業績的なところを見てもですね、今期の3月期ですね、24年3月期の予想に関しては、黒字転換というところで、会社も出してきております。配当はですね、36円というところで、ままだまだ3.64なんでね、結構配当的にもあるかなという会社でもありますし、まあ、黒点してくることでね、よりですね、注目される銘柄にもなるかなと思いますので、まあ、まだまだ まだですね一気に買われていくような、そういった可能性もあるかなと思います。そして最後にですね、19名のところもしっかりと確認をしていきたいなと思うんですけれども、例えばですね、この辺のところですね、期間の空売りのところにいますと、全然ないというような状況で、期間の空売り入っていませんというところですね。で、信用買いのところを見ていますと、IR バンクで見てみますが、 177万株ということで、ちょっと増えつつはあるのかなというようなところですね。で、まあ、この数字がどうなのかという話なんですが、まあ、今見ていただいたように、こっちですね。出来高っていうところを見てもらうと、まあ、少なくても400万台で。多い時だと1000万台の まあ、出来高っていうのがある銘柄ですので、177っていうのは全く問題ないかなと思います。そして回転日数も昨日のデータで5.8ということで、全く問題ない。もちろん、しこり玉に関しても、全くない状態というところなので、まあ、気持ちよく上がっていける相場になっているかなと思います。 ま、しこりよくない理由は,は、ま、もうね、分かっていただけるとは思うんですけども、この半年以内ですね。この半年内で見たときに、ま、今の NH よりも、上の方で掴むところが、ここ以外ないんですよねで。ここで掴んだ人は、ま、しこってますけども、ま、ほとんどがこの下なので、みんな含み益というような形にはなっているわけです。なので、しこりもないというところ。ま、しこりがないから、期間投資家が入っていないわけなんですけどね。ま、そういったところの話っていうのは、また別のところでさせていただければなというふうには思っております。 まあそういったところで、まあ、空売りもですね消化されてきているんですけど、まだ897万株、約900万株あるというところで、この辺の空売りというところが、また買い戻しっていうのをね、してくる可能性っていうのもあるかなというふうに思っております。その場合は、まあ、買い戻しっていうことで、それは買いですので、ここからですね、一気に上昇っていうのもあるかなと思います。またいつも見ています、この価格帯別出来高を見てもですね、このもんでたところっていうのは、やはり、まあね、出来高だまりと言いますけれども、出来高が非常に多かったところで、本当に 抜けにくかったところだったんですよね、まあ、これを2ヶ月ぐらいかけてやっと上に抜けそうなところまで来てしまっていますので、まあ明日以降ですねこれが上ヒゲにならずに抜けてくれればというところで僕はこの辺から、ね、待ち構えていこうかなと思っています。この辺からですねはい というところで、えーまあ、ちょっとね、えー、今、日経、かなり上がってまして、特に大型株中心にです、ね、買われているかなと思って、えー、なんかもう買える銘柄ないなというふうに思っている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思うんですが、まだまだこんな感じで出遅れているう、まあねえー、有名株っていうのもあったりはしますので、えー、ぜひですね、こういったところ、旭化成以外にもです、ねえー、いろいろリサーチしてみることで、こういった銘柄探していくこともできますので、えー、ぜひね、リサーチしてみていただければなというふうに思っております。 はい、ということで、えー、今回はですね、朝日課生やっていきましたあ。少しでもね、参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ね、えー、まだの方はまたあチャンネル登録ね、お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。